こんにちは。株式会社全商名古屋北店の安藤です。本日は名古屋市守山区の、ルームツアーをさせていただきます。では、早速ご案内させていただきます。外観は白の塗り壁を基調として、屋根には赤茶色の瓦を乗せて、可愛らしい雰囲気を演出しております。アクセントにしている鎧戸もいい感じです。今こちら玄関のスペースになっているんですけれども、玄関開けていただいてすぐのスペース、こちらに土間収納をご用意させていただいております。土間のスペースがですね、これで 1.5 畳分のスペースがあります。で、ここに可動棚つけているので、靴だったりとか、そうですね、外でちょっと使うものだったりをここに収納していただけるんですけど、今一応ですね、こちら側にも、下地が入っているので、将来的にお客様の方で、棚つけていただいたりとかっていうこともできるような、準備もさせていただいておりますので、ライフスタイルに合わせてちょっと収納量が必要だなっていう時に棚を追加していただくことも可能になっております。そして玄関開けてすぐのスペースですね。じゃあ正面にニッチをご用意させていただいております。アーチ型のニッチになっておりますので、ちょっとウェルカムボードだったりとかをちょっと飾っていただいたりとか、そういったスペースに使っていただくと、お友達とか来られた時にテンション上がるんじゃないかなと思います。こちらのスペース、手洗いになっております。これで畳1畳分の空間になっているんですけれども、階段下のスペースをですね、うまく活用しながらのご提案になっておりますので、そこまで圧迫感はないかなとは思うんですけれども、うまく面積を節約してご提案させていただいております。まず、お2階の方から行こうと思います。2階へ上がってきまして、奥の方へずっと進んでいきます。一番奥のスペースにですね、ここにちょっと室内干しができるような空間をご用意させていただいております。バルコニーのスペースは畳3畳分ぐらいのスペースがありますので、天井に物干しの金物もついているんですけれども、物干し座を通していただいて、しっかりお洗濯をしていただくことができるようになっています。天気が悪いなという時には、ビットと呼ばれるようなワイヤー型の物干しがありますので、こういったものをつけていただいて、雨の日なんかはこういったところにお洗濯を干していただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。こちらは2階のお手洗いのスペースですね。2階の手洗いも、1畳の、スペースをご用意させていただいております。床材なんかはお掃除をしやすいようにシート張りのものを採用させていただいておりますので、かなり、普通の床に比べてお掃除もしやすいんじゃないかなと思います。ちょっと照明が今器具がついていないので暗いものになっているんですが、6畳の寝室のスペースになっております。天井の部分ですね、屋根のこの斜めの形に合わせて、天井が下がってきているというような形になっておりまして、通常の三角の屋根ではなくてちょっとこう変の形になっているような、片方だけが長いような屋根の形にすることで、デザイン性を損なわないようにというところで、ちょっとこう遊び心のアクセントになるようなご提案をさせていただいております。2畳のウォークインクローゼットになっております。クローゼットの中はこの L 型に、ハンガーバッグ、パイプとかをこうつけておりますので、収納力自体はすごくしっかり取らさせていただいております。お手持ちの収納のこう物の量だったりに合わせて、こういった収納スペースをご提案させていただいております。こちらの部屋は、4.5 畳の、子供部屋のスペースです。で、プラスで1畳の収納もついておりますので、お子様のものはしっかりそこにしまっていただいてという形になっております。親御さんの意向で、この子供部屋のスペースをもう少し縮めたりとか、逆にテレビとかを置いていただいて、しっかり、過ごしてもらいたいなっていう方は、6畳とかっていうふうに言ったり、作っていただくこともできます。こちらのお部屋も先ほどの、お部屋のレイアウトをこう反転させたような、お部屋になっておりますので、広さは先ほどと同じ4畳半の空間に、こちら側に1畳の収納がついているようと言います。こういったところの窓とかにですね、格子を入れさせていただいております。ガラスが2枚ガラスになっておりまして、このガラスとガラスの間に格子が入っているタイプのものになっているので、3のところに、ゴミも溜まることがなくて、お掃除もかなりしやすく、窓を拭くだけでいいよというタイプのものになっているので、そういったところも機能面でかなり優れていて、かつ、デザイン的にもおしゃれにやっていただけるような窓になっております。もう2階のスペースですね、奥の方に来ていただくと、書斎コーナーみたいな感じのスペースをご用意させていただいております。で、こちらのコーナーですね、コンセントもしっかり付けさせていただいているので、デスクワークでパソコンとかをちょっと使いたいなっていう時にも、集中してお仕事とかしていただけるんじゃないかなというふうに思います。で、さらに、あまりこう圧迫された空間だとちょっと疲れてしまうので、ちょうど腰掛けた位置ぐらいにですね、こちら側の方、ちょっとこう窓がついているので、この窓の方に押しかけながらちょっと外を眺めながら、あとは、
もう小窓がちょっと黒になっているので、まあ、声をかけたりだとか、声をこう聞いたりだとかっていうところで、下にいるご家族の様子もこう感じながらお仕事をしていただけるので、まあ、あんまり孤独感もなく過ごしていただけるんじゃないかなというふうに思います。それでは、1階の方へ移っていきます。こちらの空間はですね、洗面のスペースになっておりまして、畳1畳分ぐらいのスペースになっているんですけれども、洗面のスペースをですね、脱衣場と分けているご提案をさせていただいておりますので、まあ、ここは本当に洗面コーナーとして使っていただくような場所になっております。こういったところでちょっと変わった収納の仕方なんですけれども、よいしょ、プッシュして使っていただけるので、かなり下の方にも洗剤のストックだったりとか、そういったものをしまっていただける空間になっております。脱衣のスペースは 1.5 畳の空間になっておりますので、まあ、ここに洗濯機を置いていただいて、横の空いているスペースには、脱いだ洗濯物だったりをちょっとしまっておいたりとか、あとは、タオルをちょっと置いておいたりとかっていうスペースになるので、まあ、そういったところでかなり使いやすい場所になるんじゃないかなと思います。まあ、最近はこういった形で洗面と脱衣場を分けるようなご提案をさせていただくこともかなり多くなってきているので、まあ、こういった、ちょっと分けておいて、ご家族様が比較的簡単に手を洗いに行ったりとかしやすいようにっていうところも、まあ、今のこの生活様式には合ってるんじゃないかなというふうに思います。でお風呂ですね。お風呂は、まあ、標準サイズと呼ばれるような形の一坪風呂、まあ、1メーター60のサイズのものをご提案させていただいております。でこちらのメーカーさんは高橋スタンダードさんのものを採用しているんですけれども、お掃除がしやすい工夫だったりとかも各メーカーさんで考えて、なされていたりします。こちらパントリーのスペースになっております。さっきの脱衣場と同じ大きさの 1.5 畳という広さになっているんですけれども、壁に先ほどの玄関収納と同じような形で下地を入れてあるような形になっているので、お客様の方で角棚をつけていただいて、まあ、収納力をしっかり上げていただくというようなところになっております。でこう L 型に下地が全部入っているので、全部の壁に棚をつけていただくこともできます。コンセントをもうあらかじめああいった高いところにつけさせていただいて、インターネットの、引き込みだったりとかをこっちからこう引っ張ってきてですね、ごちゃごちゃしがちなモデムとか、まあ、ルーターとか、そういったインターネット関係の配線だったりをすべてここに集約して高いところに置いておくよというような形でまとめております。キッチンのスペースもですね、まあ、通常と同じようなこの2メーター50のサイズのものを採用していただいてるんですけれども、まあ、かなり こだわりのポイントの一つじゃないかなと思うのは、このアクセントクロスになっております。アクセントの壁紙はですね、まあ、これタイルではなくて壁紙なんですけれども、かなりこう淡い感じの、ちょっと、まあ、パステル上がった感じの、お色を採用していただいていて、まあ、このあたりが、この照明器具だったりとかなり色味もあっていて、素敵な空間になっているんじゃないかなというふうに思います。で、お客様の中で、この前哨も、まあ、こういった造作家具だったりにかなり期待を込めていただいていたので、カップボードは、大工さんの手作りの、カップボードを作らさせていただいております。で、まあ、こういう取っ手とかもかなりいろいろこだわっていただいていて、可愛らしいもので、こういったフォークとかスプーンとかを、つけていただいたりとかっていうものも選ぶことができます。このキッチンの扉と、まあ、カップボードの色味とというのを合わせていて、一体感を持たせたりとかっていうところで、まあ、毎日の家事がこう少しでもテンションが上がるといいなというようなご提案をさせていただいております。ダイニングスペースはですね、こちらキッチンの正面についているような形でご提案させていただいているんですが、こちらのスペースに、まあ、こういった横長のニッチを付けさせていただいております。こういったニッチが付いていると、座っていただいた時に、ご家族の写真だったりとか、まあそういった思い出がこう、目に入るような形になるので、ご飯食べてる時の少しこう、お話の種になったりとか、ということにも繋がるんじゃないかなと思います。あと少し細かいところなんですけれども、こうコンセントが付いておりまして、まあ、パッと見づらいんですけど、ちょっとホットプレートを使って、何かこうご家族で、まあ、たこ焼きパーティーしたいなとか、まあ、お好み焼きパーティーしたいなとかっていう時に、こういった、ホットプレートのコンセントとかを、まあ、見えないところからピッと持ってこれたりするので、意外と使い勝手がいいところに、こうコンセントも付いてるんじゃないかなと思います。と、こちらは小人の扉ですね。まあ、高さはそんなに高くないんですけれども、床とこう一つなぎで使っていただけるので、まあ、ちょっと箱物で、なんか5月人形だったりとか、冬の時期の扇風機だったりとか、そういったものとかっていうのは、こうしまっていただいて、そのまま箱でしまっていけるような空間になっております。
リビングスペースはこちら、まあ、8畳ぐらいご用意させていただいておりますので、かなりゆったり過ごしていただきやすいんじゃないかなというふうに思います。で、電車のうちですね、こういった張り見せ標準で、やっておりますので、まあ、こういった張り見せとかができるとかなり空間のアクセントにもなっていいんじゃないかなと思います。で、同じくそういった空間のアクセントとして、来てかかっているのが、このお家でたびたび登場してくるんですが、こういったニッチですね。で、ここは三角のこういった家型のニッチになっております。全体的に白を基調とした壁が多いので、まあこういった木の台とかもついていて、かなり、アクセントとしてはちょうどいい感じの雰囲気になるんじゃないかなと思います。奥にはですね、畳コーナーも2畳分ついております。やっぱりライフスタイルの変化に伴って、お子様がこう生まれになった時とか、にちょっとお昼寝してもらっといたりとか、あとはどうしても散らかりがちなおもちゃとかっていうところもこの中でしっかりまとめといてもらうということで、キッズスペースとして使っていただくにもちょうどいいサイズなのかなというふうに思います。まあ見た目ももちろんいろんなカラーバリエーションがあるので、まあそのお家の雰囲気に合わせた表の材料を使っていただくことができるんじゃないかなというふうに思います。以上でこちらのルームツアーとなります。他にもいろんな施工例をご紹介させていただいておりますので、概要欄から全社のホームページの方をご覧いただいて、まあ、たくさんの施工例を見ていただいて、お気に入りのデザインとかに出会っていただけると嬉しいなと思います。また、これからもですね、YouTube でいろんなお家のルームツアーさせていただきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それでは以上、安藤でした。ありがとうございました。